フリードリヒアドラー。1917年撮影フリードリヒアドラーは、オーストリアの社会主義者、政治家、フリッツ・アドラーとも呼ばれる。両大戦間期において、オットー・バワアーと並ぶオーストリア社会民主党左派の指導者であり、またウィーン・インターナショナル及び社会主義労働者インターナショナルの創設に関わった。ウィーン出身。父はオーストリア社会民主党の指導者であった。 チェコユダヤ系のビクトル・アドラーで、母はハンガリー系ユダヤ人のエマ・アドラーだった。父、ビクトルの影響を受け、早くから社会民主党に入党するとともに、レンナー、パウアー、エム・アドラーら、オーストリア・マルクス主義の理論集団に加わり、1911年には社会民主党初期に就任した。1914年の第一次世界大戦勃発に、際しては、 非戦論を掲げて、オーストリアの参戦に反対、旧地平和を主張した父、ビクトルをはじめとする、党首流派と対立して、エムアドラーらと共に、カール・マルクス協会を結成し無賠償、無併合の即時停戦を主張した。1916年10月21日、フリードリヒは停戦実現のためシュティュルク首相を殺害して逮捕され死刑判決を受けたが、 特別法廷での彼の弁論は大衆に支持され、1918年の敗戦に伴う特赦で釈放された。その後のオーストリア革命に際しては労働者、評議会を指導した。1919年には国会議員に当選し、党内左派の幹部として事実上の党指導者となったバウアーを助けるとともに、1921年の ウィーン・インターの結成に関与し、第2インターがウィーン・インターを吸収して1923年に発足した社会主義労働インターにおいても、指導的地位につき、第二次世界大戦直前までの15年間その任にあった。第二次世界大戦中にはアメリカ合衆国に亡命、1946年の政界引退後は、 シチビクトルとカウツキー・ベイベルラとの往復書館集の編纂にあたったチューリヒで死去した。ありがとうございます。